Space Monkeys TV。 はい、ウェルカム Space Monkeys TV へようこそ。さあ今日はですね、チャンスな台を見つけてしまいました。ちょっと見ててください。はい、こちら、これクレヨンしんちゃんのマスコット、首振り人形なんですけど、横から見てみますとめちゃくちゃチャンス台を発見しました。これは100円一発ゲットいけるかなと思います。ブリブリザエモンがね、もう頭一つでどうにか耐えてる状況。これはもうね、ちゃんと押すだけで取れるでしょうね。それではやってみたいと思います。でもね、こいつね、ちょっと普通に取ってもすぐ100円取れちゃうから、ちょっと後ろのやつのブリブリザエモンも巻き込みながら狙ってみます。いきますよ。いきます。うわ、どっ、あ、やばい、全然狙い外れた。ブリブリ、どうだ、しんちゃん出てきた、しんちゃんが出てきた。300円ぐらいはね、ちょっとやってみたいと思います。しんちゃん出てきたんで、しんちゃんも巻き添えにしてね、いきたいと思います。レバーを動かして、好きな製品まで移動させてね。いけ、うわー、これはがっつり入ってきた。これ面白いよ。めめめめめめめ。はい、それではですね、もう300円目になるんですけど、ちょっとね、いろいろ絡めてもうまくいきそうにないんで、とりあえず今、首一つでつながっているブリブリザイモン取っていきたいと思います。3回目、もうこのまま落としてみようか。あー、もうね、いきます。とこれは取れるでしょう、間違いなく。あれ、意外と意外と意外と、もしかしたら、もしかするかもしれない。くそくそ、さすがブリブリザイモン、しぶといな。4回目、ならば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 、このアームの片一方を引っ掛ける感じでいきましょう。どうかな、完璧でしょう、完璧でしょう。え、もしかしたらこれ、もしかするとダメなのかもしれない。やったー、400円でブリブリザイモンゲットしました。景品ゲットになりましたね。結構ね、このタイプって難しいんじゃないかと思います。落ちるところにね、ギザギザのね、ガードプレートもありますんで、まあ400円で取れてよかったと思います。こんな感じで、以上、スペースモンキー水曜日の400円でブリブリザイモン、なかなか強敵でしたね。うまい。